鳥山石炎、今弱百鬼周囲より、天狗歴天狗歴とは、石が空から突然降ってくるという現象。海外では、こういった現象の総称を、ファフロツキーズと呼ぶ。まるでどこかから投げられたようでいて、どこから飛んできたのかわからないところから、天狗が投げた石つぶてではないかなどと言われる。天狗が人々に、素行の悪さを悔い改めさせようとしているともいい。 懲りの仕業とも言われる。この石に当たったものは病気になる。この怪異に遭遇すると不良になるなどの伝承もある。石川県加賀市の怪談集、聖城怪談録には大正寺町で大正寺神社の神主が体験した天狗歴の怪異がある。空から石が降ってくるが、足元を見ると地面に落ちたはずの石はなく、川に石が落ちたような波紋ができるものの、 やはり石自体は見えないという不思議な現象だったという。また郷土市や森田平次の著書、金沢古籍史によると同じく石川県百万国の城下町、金沢市の市中繁華街にも天狗歴が現れたという。法歴5年3月、尾張町、今町に昼夜を問わず、つぶてを打つことが甚だしく、それが止まらないために、 天狗の仕業と言われ、その後も頻繁に続いたという。嘉永7年には、江戸の麹町の卵商人の家に盛んに天狗歴が起きたという。少ない時でも20個から30個、多い時では50から60個もの小石がどこからか飛んでくるといったありさまで屋根に登って石を投げるものを見極めようとすると、石は背後から飛んでくるので相手が、 背後にいるかと思い後ろを振り向くと、今度は反対側から石が飛んできたという。さらに不可解なことに石が人に当たっても確かに当たった感触があるにもかかわらず、体には一切傷が残らなかったという。その家は次第に不思議な家として見物人が増え、町方同心たちが見回りを強化すると次第に飛んでくる石の数は減り、 ある日を境にこの現象は完全に消え失せたという。西京新聞、東京英利新聞明治9年3月14日の記事には屋外ではなく家の中に天狗歴が起きたという事例がある。同月10日に中村茂次郎という男の家の中で正午頃から急に石が降り始め、1時間ほど降り続けた。茂次郎は驚いたものの、 病床にある父を心配させたくない思いと世間に知られたくないとの思いからこのことをあえて話題にせず降ってきた石を神棚にあげ酒や食べ物を備えて妻と共に怪異の沈まるのを祈ったすると神棚の石はいつの間にか消えさらに激しく石が降り始めた重げ郎は刀を振るって見えない敵を威嚇したものの効果はなくこの日を境に毎日同時刻に 石が降るようになった。やむを得ず、重次郎は警察に届け、巡査が家を訪れたところ、巡査の目の前でも石の降る会議は起きた。そのうちに噂が広まって見物人が押し寄せてきた。そんな中を小林長江という人力車夫が現れ、自分が濃りを追い払う祈祷を行い、それで効果がなければ、専門の先生を紹介すると申し出たので、重次郎は喜んで同意した。 この祈祷の効果については、東京エイリ新聞には記載されていない。塔の物語の記述として、日本の王を持った王狐が、石をよなよな降らした話が記述されている。三大実録の記述として、旧世紀末頃の秋田城に石族が降ってきた話が記述されている。つぶてを人意ならざる、現象とする考え方は、白川天皇記には見られ。 僧兵が合祖を繰り返した際、真意を表すものとして、つぶてが飛んだとされる、岩波新章1998年、P57。つぶてを真時と関わるものとする考え方については、インチの行事を参照。ありがとうございます。